キッス FM がお送りするバンディーズ What's Going On、 バンディー石田です。今回はですね、名古屋の禅寺の副住職でいらっしゃいます、 TikTok でとっても人気のですねお坊さんですね、堀部雄民さんにオンラインでインタビューをさせていただきました。僕の頭の中煩悩だらけ、どうしたらいいの？インタビューの模様お聞きください。さて今日はですね、名古屋にありますこの座禅のお寺ですね、宗隆寺、その宗隆寺の副住職の堀部雄民さんと、オンラインでつながってます。雄民さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。雄民さん、僕はね、雄民さんのこと TikTok で知ったんですが、とっても今すごく人気があって、このフォロワー数がなんと8万4000人ですか。はい、おかげさまで皆様に見ていただけてまして、はい、ありがとうございます。はい、で今まあこの時代の中でね、この迷いに生きてる方が大変多いと思うんですが、その中でこのユーミンさんの60秒のこのラップでこうトークというか、メッセージがとっても人々の心に届いているのかなと思います。でユーミンさんというのはやっぱり何でしょうか、自分も迷ってるんだよというところでお話をされてるんですかね。うん、そうですね、やっぱりこの仏教を学べば学ぶほど、この自分のこの至らなさというか、自分が煩悩にまみれて、こう、はい、仏教の一番教えとこのになかなか従っていけないっていうところっていうんですかね、はい、それを、まあ、ありのままにお話しさせていただいてますね。いろんなエピソードがね、この TikTok の中に出てくるんですけれども、ご自身もなんかお寺の子に生まれて、うん、座禅嫌いだったっていう、うん、そうですね、そのお寺にもともと生まれて、まあ、お檀家様のお世話になって、両親の期待もあってお寺さんになったんですけど、うん、やっぱりその仏教をその学べば、今言った通りですね、学べば学ぶほどなかなかその聖者のようにはなれないっていうところの葛藤で約12年ですかね、うん、やっている状態というか、その中でね、僕もね、まあ迷う人間です、悩む人間なんですけども、このユーミンさんのメッセージの中で、人が他人が思うようにならないのと同じように自分も思うようになりませんというメッセージがあったんですよ。もうそこが僕のぐっと胸に続いた、もう響いたんですが、その辺のお話をちょっとしていただけますでしょうか。そう、この私たちの人生っていうのは、うん、こう自分の、なんていうんですかね、自分の好きなことをして自分の思ったようにこう理想を実現していくのが自分たちの人生っていう風に、はい、多分こう一般的な人生というのは自分の好きなことをこうどれだけできるかというところが人生って考えると思うんですけど、その仏教を学べば学ぶほど、うん、その自分の思いを実現して理想をずっと追っかけていくという、その人生の一般的な好きなものを追いかけるっていう形は、その追いかけても追いかけてもそのスタイルでは完全に満たされることはないんですよというのが、こう基本の仏教の、人間をお釈迦様が、うん、修行してお悟りになられたところで、そのずっと実現するだけではそれは苦しみの中にいるから、やっぱりそうじゃないんだよというところを、なんて言うんですかね、修行して感じていかなければいけないというところで、その大前提が私たちは思い通りにならない、自分自身も思い通りにならないという人生を生きているっていうところですかね。そこがすごいこう仏教を勉強している中ですごくこう自分の心にようやく響いてきたというか、それでまあその TikTok の動画になってたくさんの方に見てもらえてるんですけれども、僕たちは悩んだ時にいろんな、まあ、偉いと思ってる人に相談します。その時に周りは変えれませんから自分を変えなさいということを言われます。その後で
じゃあ僕は自分を変えればいいんだと思います。ところがその自分がなかなか変わってくれないわけですよ。おっしゃる通りで、昨日の失敗はまた今日やってるんですよ。ひょっとしたらちょっとは1センチは前へ進んでるかもわかんないけども、でもなんでしょう、やっぱり振り返ればダメだなぁなんて思うこともあるわけですよ。そこでユーミンさんのね、あの TikTok のラップにくるまれたあのメッセージで救われた方多いんじゃないでしょうか。いや本当にあの逆に僕も救われてるぐらいなんですけど、本当に私が1分喋った言葉にあの心が洗われました。これを聞いてるとここあの気持ちよく眠れますとか、いろんなたくさんあのコメントをいただいて、あの僕自身もすごくこう勉強になってるというか、ありがたい限りというような状況ですね、うん、今なんかこう世の中の錯覚があって、誰かこう超越した人がいるんだと思って、そういう人に目指そうと思ってこう生きる人が多いと思うんですが、もうそういう時代じゃだんだんとなくなってきて、うん、みんな同じように迷いながら影響し合って生きてるんだよということを認識する時代に入ったのかなと思うんですが、うん、どうでしょうか。あ、そうですね、その、あの、そう、こう、誰か今、バンディさんがおっしゃった、うん、こう、やっぱ憧れの存在を追いかけてっていう意味、そういう意味で言うと、まあ、僕も お釈迦様っていう憧れの聖者を追いかけてるっていう意味では、はい、まあ、あの、なんていうんですかね、そのくくりで言うとちょっと同じ、似てるところもあると思うんですけど、その、そうですね、なんて言ったらいいですかね、はい、うん、あのだけどその追いかけてる私も、うん、追いかけてる私もなかなかそのできてないから、まあ一緒に頑張りましょうみたいな、ね、きっとお釈迦様とかね、キリスト様のような立派な方でも死ぬまで何か迷いはゼロにはならなかったんじゃないですかね、うんうんうん、きっとそうですね、そういうふうに、うん、あの言われたりも、いつも最後まで悩みながら言ったんじゃないかとかっていう話も ありますね。何か超越した超人は世の中にいなくて、うんうん、人生というものをこうゲームのように、うんうん、迷路の中をいかに出口を探していくかみたいな、うん、そんな感じなのかもしれないですね、うんうん、はい、そうですね。特にで私の場合は今まさにバンディさんおっしゃったその試行錯誤して探しているような状態というか、はい、あのその超越、お釈迦様とか聖者とかみんなお悟りになった方は超越した存在と、まあ、私としては思ってるんですけれども、なかなかやっぱり実際に修行仏門に入ってみてもなかなかその境地に至れる感じがしないという現実を、まあ、お話しさせてもらってるような状況ですかね。はい、今日はね時間が短くて本当申し訳ないんですが、最後にですね、まあ、この2021年の夏はもう誰もが体験したこともない奇妙な不思議な、答えのない夏を人類全部で生きてるわけですが、ユーミンさんのメッセージをお願いいたします。そうですね、あのこう偉い世の中、まあ、あの続いていまして、なかなか大変なあの状況の方もたくさん世の中にお見えになると思うんですけど、その私はこの2500年の歴史がある仏教を信じて、その仏教が、まあ、現代の今の方にもこう役立つというか、今の方の心の拠り所にもなると思って、この TikTok であの今年1分フォワードをですね、あのやらさせていただいてますんで、よかったらあのご縁のある方見ていただいて、あ、こういう仏教っていうのもお葬式であの和尚さんお経をあげていただくだけじゃなくて、現代の生きている私たちにも心の拠り所になるところがあるのかなもしれないというところをなんか受け取ってもらえたら嬉しいかなと思っております。はい、ありがとうございます。このね、堀部ユーミンさんのね TikTok、 ちょっと面白そうだなと思った方は TikTok なんかの検索で、仏教徒ちゃん、仏教徒ちゃんで、検索してください。ということで堀部ユーミンさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。